帝国劇場は東京都千代田区丸の内三丁目にあるプロセニアム形式の劇場である。1911年3月1日会場。収容人数は1897人。東方が運営を実施している。帝劇の通称で知られる。1915年の帝国劇場大賞期の東京会館と帝国劇場。屋上の王像は 関東大震災で失われた。1933年撮影の帝国劇場帝国劇場は、増田太郎、西野恵之助渋沢栄一、正田平五郎、福沢捨次郎、福沢桃介、日比洋介、田中恒則、手塚武正が、発起人となり、大倉喜八郎が災害を振って設立された、日本初の西洋式演劇劇場で、 1911年3月1日に、春公式が行われた。横川民助の設計による、ルネサンス建築様式の劇場だった。1912年から1916年、大正5年に、イタリア人音楽家、ローシーを招いて、オペラバレーを上演したほか、6代異目、小野江バイ7代目、松本幸四郎、7代目、沢村宗寿郎らが、 専属俳優となり、歌舞伎やシェイクスピア劇などを上演。当時の、今日は定劇、明日は三越という宣伝文句は、流行語にもなり、消費時代の幕開けを象徴する言葉として定着した。川上貞役子が創設した、帝国女優養成所を引き継ぐ形で、帝国劇場付属技芸学校を設立し、1910年卒業の第1期生をはじめ、 多くの女優を生んだ。1923年の大正関東地震では、隣接する、警視庁から出た火災により、外角を残して焼け落ちたが、横川民助により回収され、翌1924年に再開した。1930年に、小畜の経営となり、間もなく洋画風切り館に転用、SY チェーンの機関劇場となった。1939年、 運営会社を東方が合併し、翌1940年小畜の人尺期限が切れるとともに、東方の手により元の演劇主体の工業形態に戻す。しかし1955年、舞台に巨大映画、スクリーンにシネラマが設置され、再びシネラマ主体のヨーガロード商用の映画館に展示たが、 1964年から翌年にかけてのアラビアのロレンスを最後に解体された。現在の複合ビルディング形式の建物は谷口義郎の設計で1966年9月29日に落成した。定劇ビルの一部は落成当時から石油業界大手の井出光興産が本社として使用しており、最上階の9階は同社創業者井出光佐蔵による 古美術コレクションを展示する、いでみ美術館となっている。に、大手町に、移転1969年から1984年まで、日本レコード大賞発表会も行われた。現在、年間10作品程度上演している。また、大晦日に行われる年末ジャンボ宝くじの、抽選会場としても知られた。旧帝国劇場の応免現在は使用されていないが、 元来センスと沖縄の面を組み合わせたものを使用していた。この縄文は運営会社の社掌を兼ねていたが、その後、オーメンが帝国劇場の英訳が白文字 TS を組み合わせたものに変わり、さらに東方と合併したことで東方マークに切り替わった。現在、帝劇脇の入り口横と東京メトロ銀座線田原町駅一番線ホームの浅草寄りの 天井にそれぞれ掲げられている。建物は国際ビルジングとの一体型複合ビルである。陶劇場の周り舞台は大小4つの迫りが内部に設置されており、直径16.4メートル、高さ22メートルあって、劇場のある地上1階から地下6階までを貫く。1階の中央売店にてオペラグラスの貸し出しを行っており、貸し出し料500円。 保証金5000円。通常のオペラグラスのほかオートフォーカスで、ハンズフリーの高機能版オペラグラスである歌舞伎グラスの、レンタルも可能。劇場地下が地下鉄有楽町線と近いため、客席上手で地下鉄の走行音が聞こえることがある。ありがとうございます。